大半学習塾、大手学習塾から5年前に独立し、個人塾を経営してます。昔ながらの集団クラスと個別指導の形態で年間2000万ドルであります。収入として不満はありませんが、人を雇って多店舗展開に踏み出すか、このまま1店舗で売り上げ上げ続けるか悩んでます。ひろゆきさん、今後の教育支援業についてどうお考えでしょうか。僕だったら人さっさと雇いますね。自分が倒れたら、まあ、収入がゼロですよっていうのもそうなんですけど、子供困るじゃないですか。先生いなくなりました、受験あと3ヶ月ですって言うと子供めっちゃ困るので、なので子供たちのためにも早めにその他の先生が教えられるような構造にした方がいいんじゃないかなと思うので、人を雇う方向で頑張った方がいいんじゃないでしょうか。